しくお願いね。はい、こんにちは、こんばんは、白滝です。今回の動画はですね、まあ、サムネでね、タイトルにあるとおり、狙うべき選手、取るべき選手ということでね、やっていこうかなと。1本目ですね、プロスピーパークの攻略と、まあ、選手らのね、紹介をしたので、まあ、狙うべき選手、二塁手ね、セカンド。まあ、見てない方はぜひとも見てもらえればいいかなと思っております。ということで、お知らせを見ていきましょう、タイム。はい、ということで、お知らせの方に来まして、まあ、1本目でね、お知らせしたんですけども、まあ、軽く見ますと、まあ、外国人とセカンド来ました。ドラフトスカウトとコモリドラフトスカウト、まあ、毎年これ自チーム TS 狙うちこれ誰が引くのやという感じなんですけれども、今回はですね、今サムネのタイトルある通り、助っ人外国人誰を取るべきなのか見ていこうかなと思います。こちらね、助っ人外国人なんですけども、ノリン選手、ムーア選手、シャギワ選手、ジャクソン選手、バーヘイゲン選手、ヒギンス選手、サンチェス選手、ピープル選手、サンズ選手、スコット選手、ゴンサレス選手、イノワ選手ということで、誰を狙っていくのか、実際イベント画面で見ていこうかなと。はい、ということでプロスパークに来ました。いや、これ忘れた、時間切れ。いや、もったいない、これはもったいないね。イベントの、ね、報酬は、まあ、さっき動画で言ったんですけど、80エナジーと A ランクランダムが2枚、自チーム A 契約書が4枚もらえるということで、まあ、必ずてか純正はね、必ず走ってほしいかなということでね、イベント限定選手見ていこうかなと思います。西武から、来ました。西武がですね、バンデンハーク選手じゃなくてスパンジェンバーグ選手がね、来るかなと思ったんですけれども、なんともなんともノリン選手が来ましたと。さっきもですね、見てもらった通り外国人がね、多いんですよ。先発エースのコース27、9位から71、66、68と、まあ、投手でね、重要なのが球種ということで、球種見ていきましょう。先発、中継ぎもできます。ストレート、A コース、スライダー、カーブ、チェンジアップ持っております。あ、ツーシーム持ってるんか。いや、フォーク系のね、球がですね、フォークの方が良かったかな。結構ね、外国人、チェンジアップ持ってる人が多いよね。ゲーム的に言えば、フォークの方がいいよ。まあ、ツーシーム D なんですけれども、これリアタイで使えるかって言ったらちょっと厳しいかな。ツーシームはやはり C 以上あってほしい。まあ、左であれば他ね、ツーシームで、まあ、中川さんが中継ぎにおるんで、まあ、そちらをね、使いたいかなと、中継ぎであれば。特殊能力見ていきましょう。対ピンチ、脱三振、対ヒット。あ、対ピンチ持ってるのはちょっと話変わってくる可能性はあるね。左の対ピンチのワンポイントで、ノリンさんを出すって。いや、でもツーシームだけか。まあ、それやね、タイピンチ持ってるけれども、ちょっとリアタイとしては厳しいかな。このね、ノリン選手なんですけども、12球団と、まあ、純正、まあ、この2つのね、ルートで話しますと、12球団で取るべきなのかって言われれば、ちょっとね、まあ、12球団で取る必要はね、ないのかなと、ゲーム的に言えば。まあ、どちらかといえば、純正の方はね、ぜひとも、覚醒してもらって、3300のね、極み作ってほしいかなと思っております。続きまして、ソフトバンク、ブン・ア選手来ました。先発エースのコスト28、9位から76、68、70。いや、9位結構いいね。まあ、あとプラス1してくれれば、称号で9位へ行ったんですけれども、気になる球種見ていきましょう。球種がですね、ストレート、カットボール、ナックルカーブ、サークルチェンジ、ツーシーム確か、あ、持っているんですけれども、まあ、そうやね、ツーシーム持っているけどいいと。まあ、でもね、カットボール結構曲がるんで、ワンチャンリアタイ使えるかって言われれば、まあ、リアタイは打たれるかね。やはりですね、ツーシーム C 以上ないと抑えるのはね、難しいよね。逆にね、いいっていうことで抑えれるかなと思ってるんですけども、まあ、打ちやすいかなと。ナックルカーブのですね、1球種だけであれば、リアタイ的にはね、打ちやすいかなと。僕の方がですね、脱三振伸び対ランナー。いいね。このムーア選手なんですけど、12球団と純正で考えますと、12球団はありなのではないのかなと。このね、ムーア選手なんですけど、9位が76ということで、未来に期待をするのであれば、まあ、12球団も別に取ってもいいのかなと、ソフトバンク。結構ね、ソフトバンク9位 A っていう選手が多くなる傾向があるんで、未来的なことを期待するのであれば、12球団はまず1人目、狙うべき選手ではあります。純正はですね、必ずね、覚醒してもらって、極みにしてもらいますと。結構ね、覚醒今年から強くなってるんで、ガンガン入ってくるのではないのかなと。
続きまして楽天シャギは選手、中継ぎエースのコース27、9位から76、63、60と、こちらもですね、9位76ということで、先ほどねムーア選手と同様、未来にね期待するのであれば12球団もありなのではないのかなと。裏捨てのねこのスラッターっていうのがね結構気になる方もおるんですけれども、実はですねプロスピ2019でバーヘイギンズ選手であるんですけども、スラッターというね球種があると、まあ、そちらの、ね、映像ねちょっとね見にくいんですけれども見てもらおうかなと。どうぞ。こちらですね、日本ハムファイターズで新しくね加入されましたバーヘイゲン選手なんですけれども、下にね球種がある通りストレート、スラッターって書いてるんですよ。スライダーではなくスラッターで、 K カーブ、C アップ、チェンジアップかな、ほんで高速シンカーと。このですねスラッターって何なのか、一体どんな曲がりをするのかというのをね、まあ、プラス追記情報で加えていこうかなと。いやこれスライダーではないんかな、何やのスラッターって。高速スライダーっていうこと？高速スライダーだったらだってね H シンカー、H スライダーって書くはずなんで、何やろこの球種、ちょ見ていこうかなと。ということで来ました、ね、日本シリーズ中日は2チャームということで、捕手枠で捕手目線で一応見ていこうかなと。来ましたバーヘイゲン選手、2020年新入団の外国人選手、まあこれで一応見ていこうかなと。うん、これスラッターね、見ていきます。ん、スライダーこれ何、これスラッターってスライダーっていうか何なん、立ってスライダー、普通にもスライダーの変化球。何や、スライダー。スライダーじゃないのこれ。もう一回いきます。スライダー。スライダー。ただ単にスライダーじゃないけど。何も変わらんよね。これね、なんかちょっと情報あったんで、リスナーから。スライダー。スライダーやね。何も変わりません。もう一回、最後、ラストいきます。スライダー。プロスピ2020年でのバーヘイギンズのスラッターっていうものはただ単にね、スライダーということで。スラッターですね、ちょっと見にくかったんですけど、見てもらった通り、ただの高速スライダーです。日本ではですね、まあ、このスラッターなんですけど、まあ、高速スライダーかな、まあ、名前が多分変わっているだけなんで、まあ、カットボールとスライダーの間、まあ、高速スライダーではないのかなと。チャゲ選手、元からツーシーム、チェンジオブペースになってるんですけれども、まあ4球、中継ぎでね、十分である4球種あるんで、まあ、未来を見据えるならいいかなと。徳能が脱三振、剛速球切れ。順戦はですね、必ず取ってもらって、12球団も楽天枠がいないのであれば、まあ取ってもらっていいかな。まあエキサイティング、松井さん取るのが一番いいんですけれども、まあエナジー的な問題であればいいかなと。そしてですね、ロッテがですね、なんとジャクソン選手。こちらはですね、ちょっとめちゃめちゃ取るべき選手ではないのかなと。中継ぎエースのコスト27、9位から77、67、60。なんと称号ですね、9位 A 行きます。中継ぎにね、十分な5球種あるということ。これ結構ね、今のところ狙うべき選手の一人やね。まあ、今年ですね、ロッテ役誰使うんや、誰使うんやってね、結構迷ってる方はもうジャクソン選手、ズバリ狙ってもいいのではないのかなと。中継ぎ枠の9位型、なおかつロッテ枠っていうのはめちゃめちゃ貴重なんで、ガンガンリーグオーダーには入ってくるのかなと。もっとですね、リーグオーダーを極めたいのあれば、もう勝負で9位 A 狙えれば、めちゃめちゃ強いね、ジャクソン選手。いいよ、もうめちゃめちゃ狙うべき選手の一人やね。純正もいいですし、12球団でもね、まあ、今のところ狙うべき選手であります。続きまして日本ハムファイターズがバーヘイゲン選手、先発エースのコース27、9位72、67、70。こちらですねプロス2019でね見てもらった動画、スラッターで球種が5球種、中継ぎ先発できます。特能が超剛速切れ、打たれ強さなんですけれども、まあ、こちらに日ハム枠がいないのであれば中継ぎ枠の球技型としてね狙ってもいいんですけれども、やはりね球種が多いエキサイティング金子選手を狙ってもいいのではないのかなと、まあ、どちらかで言えば純正向きかな。でオリックスがですねヒギンス選手が来ました。中継ぎエースのコスト27、9位から74、66、62。球種見ていきます。ちょっと球種がね、まあ、少ないかなと。こちらちょっと純正向きの選手ではあります。徳野が脱三振、剛速球対ピンチ、まあ、12球団で無理に狙うかといえば、さっき見たのがねジャクソン選手の方がゲーム的にはいいかなと。セリーグ行きましょう。セリーグでのね狙い目はね巨人サンチェス選手、先発エースのコース27で74、76、71と制球型なんですけれども、球種見てもらったとこれね結構リアタイで使えるんじゃないのかなと。限界突破試合でですね中継ぎできまして、なんといってもスプリットとツーシームがある。いやこれ結構いいよね。カットボールもありますし、あとなんといっても特能がねコントロール、キレ、安定感、タイピンチあったらめちゃめちゃ最高になったんですけども、ビタビタにね貼れば結
構リアタリ活躍するのではないのかなと。今のところ12球団で言えば、まあ、ジャクソン選手と、サンチェス選手、まあ、サンチェス選手はリアタリガチ勢であれば取ってほしい、まあ、ジャクソン選手が今のところ、ね、ゲーム的リーグオーダー的にはいいかなと、まあ、ロッテ枠も不足している方多いと思うんで。次はベイサーズがピープルズ選手、先発ですのコスト28、9位が72、74、71と、まあ、球種がですね、まあ、通信を持ってるんですけども、5球種。限界突破次第では、中継ぎ置けます。僕の方がコントロール系タイピング。いや、これがね、理想のリアタイの特殊能力、コントロール系タイピング。いいね。まあ、特能はいいんですけれども、どちらかって言えば、まあ、純正向きの選手ではないのかなと、ストレート、通信も C やったら、まあ、ガンガンちょっと使えてくる可能性あるかな、リアタイでは。続きまして我が阪神サンズ選手が来ました。レフト D のコスト27、弾道高弾道ミートが60、75、56と、まあ、ステータスで言えばちょっと純正向きかな。裏してみますとレフト51、ライト51、ファースト51、いいね。ところがですね、チャンス広角でかいね、阪神純正にとっては でかい満塁男。こちらですね、12球団純正、どちらかで言えば、まあ、純正向きの選手で、サブアカでね、阪神やってるんで、ちょっとね、超合でね、覚醒して、あと、A ランク5枚ね、集めていきたいなと思います。広島ですね、スコット選手来ました。中継ぎエースのコスト27、9位が75、63、59。まあ、裏捨て球種見ていくんですけど、ツーシーム C はあるんですけど、リアタイ的にはね、難しいかな、ね。やっぱ落ちる球、フォーク系はね、欲しいかなと。このがですね、脱三振切れ、タイランナー。これですね、12球団純正で言えば、中継ぎ同じで言えば、やっぱジャクソン選手がゲーム的に強いかな。純正で狙うべき選手ではあります。中日ゴンサレス選手来ました。中継ぎエースのコスト27、9が75、58、59。まあ、球種見ていくんですけど、まあ、3球種はちょっと少ないかな。12球団で言えば、中継ぎエースできます。勝負じゃ限界突破次第は抑え。ところがですね、脱三振切り荒れ玉。まあ、こちらもね、12球団純正で言えば純正が狙うべき選手であります。ラスト最後、ヤクルトが伊能和選手。先発エースのコスト28、9位か71、76、67と。裏捨てがですね、まあ、ストレートスライダー、シンキングファスト、サークルチェンジ。限界突破して中継ぎできます。特能がコントロール安定化、打たれ強さ。まあ、この伊能和選手なんですけども、球種もね、先発にしては4球者ね、現代野球としては少ないかなと。まあ、12球団純正で言えば純正の狙うべき選手ではあります。まあ、まとめますと、12球団で絶対的取るべき選手といえば、やはりこの方かな、ジャクソン選手。ロッテ枠としてガンガンね、オーダーには入ってくるかなと。そしてですね、12球団の期待を込めてっていう選手がですね、シャギワ選手とムーア選手かな。まあ、この2名が期待を込めての12球団で取るべき選手。まあ、あとの選手はですね、まあ、純正ではガンガン入ってくる純正で狙うべき選手と。まあ、こういった感じで私はまとめました。はい、ということでですね、1本目の動画見てない方は1本目見てもらいまして、ぜひともね、高評価、チャンネル登録、あと、何でしたっけ、ベルマークボタンを押してもらって、通知オン、コメントはね、必ず、あなたはね、誰を狙うのか、ぜひとも書いてもらえればいいかな、ということで、今回は以上。